はい、委員会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います、えー。不登校生徒及び引きこもりの対応についての質疑を行います。それでは吉田委員。以上。吉田委員、えー。よろしくお願いいたします。あの、まあ、あの。えー、前、先日ですね。あの、私、あの。若草プロジェクトのシンポジウムという、あの。 生き、えー、づらさを抱える若者への支援を、ね、しておられるあの方々が一堂に集まってさまざまな事例を報告されるあの催しでありましてそれを参加させていただきました多くの方々も集まっておられて大変な反響がございましたで、まあ、そうした中で私も問題意識を持ちましたのは、えー、中学校時,時代にです、ね、あの不登校のままそのまま義務教育を終えられて、えー、引きこもりになっておられる方 そういう方々は、えーまあ、いわゆる高校も行けないまま、そのまま、えー、中卒のまま引き込まれるというケースもなっていかれて、えー、時間が進,みを進むほどあの立ち直る、あるいは社会復帰する、えー、タイミングが遅れてしまう、ずれてしまうというような状況で、極めてしまう深刻な状況にあるのではないかと実感した次第であります。 でまず1点目、そこでお聞きしたいのは、あの京都市においてです、ね、中学校を不登校のまま卒業されておらされた状態で、高校にいておられた方というのは、大体年々、どのぐらいの人数をいらっしゃるのか、それは大体同じ同学年の中で何パーセントぐらいの割合なんでしょうか、はい、清水教育科官。 中学を卒業されましていわゆる進学も就職もされていない方という方につきましては今現在は100名を切る状態でございます。あの卒業生が大体いい1万人ございますのでですので1%ぐらいの方々が進学も就職されていない方とでそのうち大変申し訳ございませんけども中学校からずっと。 不登校の方というのはあの統計的にま数値が数値がございませんのであの詳細なパーセントについては今ちょっと把握できてない状況でございます。ただあのそういった方につきましてはあの卒業採れてからもどういった実態におられるのかあの各中学校が現状把握する場合もございますし、そういった情報なんかを まとめて、えー、あの教育委員会として把握している状況ではございます吉田委員教育委員会として把握しておられる中で,です、ねあの、不登校の,あの方々の、まあ、理由というんですかねそのど、どういう状況で把握してらっしゃるのかという割合はどうなんでしょうか、つまり、いじめのためにもう学校に行けなくなってしまったというようなケース、またあるいは、えー、教員との折り合いが悪いとかですね。 えー、いうケースも、えー、いろいろあるかと思いますけれどもそれぞれ、えー、不登校がずっと長引,き引いて結局、えー、再登校がないまま卒業されたような今の100名前後の方々のです、ね、割合はどんなふうに把握してらっしゃるのかという点で,ですね、えー、いじめという学級間における人間関係なのか教員との折り合いが悪いのかあれそれ以外の理由がいろいろあると思いますけれどもどのような実態として今 把握していらっしゃるのがお聞きしたいと思います。はい、清水区あ、ごめんなさい。はい、池田教育相談総合センター支所、えー。失礼いたします。あの不登校になった原因というのはですね、よくよく本当に言われるように多様でですね、現在重層化しているというのが、まあ端的に言うと、えー、そういった状況です。 で理由なんですけれどもやはり一番多いのが本人に起因する問題ということでですね不安などえ情緒的な混乱等々があるという場合が多いですしそれから今先生の方からいじめというような話があったんですけれどもどちらかというとえいじめを除く友人関係ちょっとしたです、ね、トラブルで不登校になったりする傾向がございますそれ以外にも家庭生活に起因する理由等もありますので冒頭に申し上げましたようにいろいろな理由が複雑に絡まってです、ね、これが一つの原因で不登校のきっかけになっているというのがなかなか判断できない状況です。 え、大体今から40年前ぐらいはですね、あのほとんどの,あの学校で、あるいはいろんな地域でもそうですけれども、えー、不登校の方というのは本当にまれであったように思います、ただまああの、私自身の同級生でも1人あのおられました。 でその後あの、社会問題化してです、ね、いろいろなメディアでも取り上げられたり本も出版されたりしてです、ね、でそ,れそれがあのどんどん,どん,どんこう増えているというような、ね、あのことがあの報道されたりとかいろいろしていますしまたそれぞれの地域の教育関係者の方教育委員会を含めてさまざま取り組まれていると思うんですけれども、まあ、そ,あのそ,その辺のこの取り組みがか,かなりノウハウが蓄積されてですね のこうそうしている状況かというふうにまあ今私どもとしては思っているわけなんです。ただまあそこでですね、えー、お聞きしたいのは、えー、そういういろもいろんなこう、えー、何十年二十年と積み重ねてきたノウハウを通して、えー、不登校の方々があのー、そういう兆候があったとしても短期間で戻ってこられたようなケースあるいは、えー、し,しばらく長期だったけれどもまあその後、えー、復学されたケースというのはまあ。 ある,あ,るあるわけですね、まあ、本人もそうですし周りも家族もまずはこの不登校状態を脱却してもう一度戻ってもらいたいというふうにまあ,まあ一番最初は求めあのそれを願うというか求めるケースがほとんどだと思いますし本人もそういうふうに思うケースもほとんどだと思いますそこであのそういう復学された復帰をされたケースというのはここ数年では増えている状態なんでしょうかそれともそんなに変わらないまま横ばい状態なのかあるいは逆に えー、そのまま不登校状態のままというのが、えー、終わるケースの方が最近多くなっているのか、現実はいかがなんでしょうか。はい、池田市長 えと実数はですね、復帰の可実数等々はまだ詳細はあの把握はしてないんですけれども、あの先ほど申し上げましたように、本当にあの、えー、きっかけとか要因がです、ねえー、複雑か、あるいは多様化、えー、重層化しているという中で,です、ねえー、やはりあの我々教員の方もです、ね、一番意識が変わったのは、不登校は問題ではないんだと、要は課題を背負わされている、まあ、そういった状況があるので、その課題の方をです、ねえー、目を向けてです、ね、できればですね、えー まああの今の状況原因に手術するのではなくてですねあの未来に向けてですねそういった取り組みをしていかなければならないというふうな形に今現在シフトチェンジをしているところです。おじゃあのあすみませんはい島津清水学館すいません,、はい、いませんいや若干補足させていただきますあの不登校になった子どもたちの、えー、いわゆる翌年翌年度に、えー のついては不登校になっていないという、まあ、いわゆる解消率というふうに申し上げているんですけれどもそれにつきましては平成28年の子どもたちは大体4割強の子どもたちが何らかの形で学校には復旧しておりますただ今不登校の子どもたちの状況を見せますとやはり小学校の子どもたちは若干不登校の日数は長期化しや 傾向にありますが、中学校については大体、人数的には横ばい状態という感じでございますわかりました、まああのえー、教育委員会としましてもです、ね、他都市と比べてもあの、劣っているとか全くない状態だと私も認識しております、えー、不登校フォーラムもね、もう10年以上こう積み重ねておられるというふうにあの思っておりますし、えー 何回か参加もしてましたしまたいろろな資料をね公開もしてそれを勉強していますと京都市の取り組みというのはあの重層的な、えー、あの問題をであるというふうにちゃんとしっかり認識された上でですね多くの方々があの力を合わせて参画されてこの不登校というテーマに対しては、えー、そ,れぞれそれぞれの役割をしっかり自覚しながらあの共同し,なして。あの 取りりままれてていいるというふうに思っておりますその上で,です、ね、まあ、先ほどご紹介した若草プロジェクトという方々の取り組みを発表されたシンポジウムでも言われたんですけれども、大きなポイントはです、ね、生きづらさを抱える若者に寄り添ってです、ね、そういう方々、一人一人をどうやっぱりそれぞれが支援していくのか、そしてその生きづらさの問題をやはり逃げずに真正面から取り組んで、 その上で克服をしていく貴重な人生経験を積ませてあげる、ね、きっかけを作っていくことが大事であるというような、ね、テーマをあの多くの方々が今共有されつつある状況であるというのを思っているところであります。でそこの時にもですねあのいろんなケースがあの紹介されたわけですけれども京都市としてもいろいろ具体的支援もされていると思います。あの このまま卒業されてしまった方々がどんなふうにいいいい閉じこもっている家から一歩出ていくようなきっかけがどうなのかまたそこでどんな経験をされてそれが途中でドロップアウトされずに継続して前向きな経験をね進められるのかそういうフォローアップの事例というのがですねいくつかお持ちだと思うんですけれどもそういうのをやっぱりそれぞれの関係機関と共有される よううな仕組みはあるんでしょうかまたそういうフォローアップをそれぞれがみんなが話し合われる場を作られたりとかそれを公開されたりとかあるいは現実に引きこもっているお子さんを抱えている家庭にもですね求めに応じてそれを提供するとかそういう仕組み作りというのは京都市としては今現時点進んでいるという状況なんでしょうかはい大学指導部担当部長はいええー、たの 受験ということで、高校の話をちょっとさせていただこうかと思っております。現在の最強定時制において、いわゆる不登校の受験枠を設けております、10名定員を設けているような状況でして、そこに何あの方も加えているような状況がありまして、今後、新定時制を作るにあたって、そういったところも参考にしていかなければいけないなということを考えているところなんですけれども、今の最強高校定時制でやっておりますのが、スクールカウンセラー、これはどこの高校にも、 配置するわけなんですけども、スクートに加えてスクールソーシャルワーカーこれは最強訂正だけなんですが、そのあの2名をそれぞれあの配置2名を配置しまして、あのその中で一人一人の子どもたちにまあちゃんとあの生徒たちにあの細かいをまあ情報共有する。 それをまあ学校全体として情報共有できるようないわゆるあのケー会議みたいな取り組みを今始めておるところでございます。これあの国のあの委託を受けてやったお調査研究でございまして、この成果をきちんとまたあの次のあの新しい定義性にもあの引き継いでいきたいというふうに思っている次第でございます。そしてあのそあの把握する中であの外部機関でありますあのサポートステーションですとか。 あの育児支援室あの育み局が所管しておりますお子供若者の育み室ですとかそういったところとの連携を今始めておるところでございます以上です。わかりました。まああのそれもその辺も含めて多角的にもやっておられるということであります。でまあ今あのまではどのどの時点たのは取り上げてたのはまあ中学を不登校のまま卒業されてしまうようなね方々に対する。 あのサポートでありましたで次の,その高校には入学したけれどもさまざまな理由で中退を余儀なくされていった人もあの少なからずおられると思うんですねでそういう方々の中には、えー、そのままもう引きこもりになられる方ニートという立場で、えー、5年10年と長期化される方も 怒られると思うんですけれどもで実際教,あの教育委員会はもう中退をされると基本的にはもうリリースされて子ども若者のハクグコ局にあのもうそのまま引き継がざるを得ないということなんですかねそれとも、まあ、なんか子ども若者のハクグコ局と力を合わせて、まあ、中退になってしまった方に対しても何らかの形でフォローするというふうな体制は現時点でもあるのかどうかあるいは今後はどんなふうな形で考えているのかという点に関してはどのようにお考えでしょうかはい、大学部長。 はい、中退の関係でございますまず全体としてのパーセンテージかちょっと申し上げたいというふうに思っておりますが新しい選抜制度新選抜制度のもとで政党はどんどん中退率が下がってきております現在、今0.59%ということでして全国平均が1.4%ですのでかなり低い形かと思います。これはいわゆる 前の総合選抜時代も平成25年度と比較しましては半減というような状況になっております。まずはこういう中退者を作らないということが大事かというふうに思っておりますので各学校におきましてはまずその入り口のところできちんとした中学校が進路指導をしてミスマッチを起こさせないというようなことが大事かと思いますし高校側もそういう特色をきちんと中学生に説明する場をどんどん作らなければいけないとそういうことを含めて今やっとるわけでございます。ままた入られて後からにつきましてはそうういのもやっぱり 学習に不安を抱えるお子様多いいかと思いますそういったお子様に対して、いわゆる習熟度別授業ですとか、そしてまたハイパープロジェクトといいますか、高校保守をですね、それを夏休みですとか、冬休みにやっておるところでございます。それから先ほど議員おっしゃられた出口のところでございますが、やはり、えー、ときちんと、それでも、そうはしても、やっぱり、 やめがい子様といいうのが多いわけでありますただその中身は信号変更であったりとかそういう前向きな理由が今はかなり多いんですけれどもそれでもやはり引き込まれる手前の方というものもございますそういう方を手放すではなくてちゃんと次の行き先ですね例えば通信制ですとかそういったところにちゃんと行っていただくようなことを見届けからということを考えておるところでございます。それとあとあ平成27年10月に いわゆるハローワークの窓口、就職支援の窓口ということで、学校が中退者も含めて窓口をするというようなことが法律改正が行われたこともございまして、<laughs> 基本的に辞められた中退者については、学校に頼って来てもらうように、もう辞められるときにきちんと言うております、実際に学校を頼って中退者の方を加えるケースもかなり多いかと思います。そそのときにはきちんうういう 先ほど言いましたサポートステーションですとか、そういったところと、あの連携しながきちんとした、あの、提言が対応しておるところでございます。すみません。ちょっと長くなりました。以上でございます。はい、よっし、はい。ご丁寧な、あの、答弁いただきまして、ありがとうございます。あの。まあ、実際ですね。あの、よく、えー。テレビドラマとか映画とかでですね。学園ブロガーの時に、問題を起こした生徒は。処分されると、で、切り捨てられると。 で定額処分を受けるけれども、それが重なったら退学処分を受けるというような、こういう、あの描かれた方がほとんどであるということで、まあ、それが社会的な、まあ、あの常識みたいにな、ね、ってしまっているように思ったりします。で私自身が自分が高校生のときもです、ね、一緒に入学した人の中で何人か中退してしまっているわけなんですよね。でそういうい方々は、まあ、引きこもももる人も何いたかも分かりませんけど、まあ、多くが あの働いた人もいたけれども働かずにぶらぶらとこなってしまっているような方が多くおられてです、ね、その中には少なからず非行されたりとかいうことで、まあ、そういう巻き込まれたり悪い友達に引きずり込まれるようなケースがあったように思いますので、まあ、今時代は変わってそういう方々もいるけれども非、まあ、行もりになっている方がたくさんおられるというのが。 現実かなと思いますいずれにしましても、今、ご答弁等々でもありましたようにです、ね、あの教育委員会としても、昔のようなこのイメージでは今ないということがです、ね、今、一生懸命やられているのは、実感しますし、また今、確認した質問に対しましても、そういうふうにお答えいただきました、中退として切り捨てるではなくして、中退にならないようにしていくようなあのためのさまざまな手当をされているということがあったわけであります。 それもそれもこれもこですね生きづらさを今、抱える子どもたち若者たちがやっぱりどう考えたいのかというふうな思いはですねしっかり同じ苦しみに立って同じ思いに立ったうえでの取り組みというのをしていかなあかんというのを学校現場でもまた周りのいろんな方々も世代を超えてやっていらっしゃるということでありますのでぜひですねそういう方々との。 力を合わせてていいいいいたただいてお願いしたいと思いますで、まあ、その若,者若草プロジェクトのシンポジウムのパネラーになった方の中の一人の方があの大阪の人がおられましたその方は18歳の時にに、ね、イラク人質事件でイラクに人質された人なんですねその事件は女性もいたし18歳の若者もいたということで先制セなシにあのに取り上げられて。 大変な問題になって、まあ、その後釈放されて日本に戻ってこられたわけですけれどもその方は大変なバッシングを受けて人間不信に陥ってご自身もあの引きこもりを余儀なくされたしかしその後立ち直って今はそういう方々引きこもりになってならざるを得ないような方々への支援の NP を立ち上げて活動されているわけでありますでこの前も京都に来られて活動の模様を発表されましたでそこでまああの今されているその 活動の一つにね通信制や定時制高校への、ね、支援を一生懸命されているということをされていましてお,おっしゃっていましてでそ,の場その貴重な経験も素晴らしいなと思って聞いていたわけであります是非、えー、ですね私はあのこの通信制高校定時制高校に今まで以上に光を当てていただいてですねあの、えー 一般の全日制高校の中でのやっぱり中退を余儀なくされるような方々がです、ね、これ以上続けられないというふうになったときにも通信制や定時制という選択肢をです、ね、活用していけるような方向性というような仕組み作りもです、ね、今まで以上に重要になってきますしまたあの、えー、義務教育を不登校のまま終わられている方に対しましての,です、ね、あの取り組みもこの点もこの定時制や通信制、高校というね 進路を選ぶという選択肢も極めて大きな意味を持つものであるのと思います私自身もそういうもう開かれたようなんですねあの思いをしました多くの方々と力を合わせて進めていくこの若者の支援生きづらさを抱えている若者にやっぱり生きていく意味を見つけてそして希望を持って人生を生んでいけるようなですねあのための 重要な取り組みでありますので、ぜひまあいろんな方々との力を合わせていただく取り組みの中に今のこの、えー、若い世代の高校生の方々あるいは中学卒業された若い方々に対する支援もですね、いろんなところと力を合わせていただきたいと思っております。最後にその点の,あのご決意をお聞きして終わりだと思います。はい、大学部長、あすみません、ああり教育長。いやあの教育の原点。 に迫るようなご指摘だと思いますので、重く受け止めさせていただきまして、あの中学校段階では、えー、これまでから不登校の子どもたちに対するきめ細かな支援ということで、ふ、えー、れあいの森、適応指導教室を市内5か所に設けておりますし、できればもう少し拡大できればというようなことも思っております、それから特別の中学校、楽遊中学校、楽遊中学校、 特に楽語、中学については2部学級の生徒との交流をしながら登校支援を行うというふうな全国にここしかないような取り組みもしているところでございます。まあ、それとあと引きこもり、また不登校、傾向のある子どもについては5つの NPO と連携してアウトリーチ的な取り組みも今しているというところでございます。よりり一層拡大してまいりたいまたあの 高校進学後のいろんな不適を、また困りを抱えている子ども、発達障害のある子ども、またあの引きこもりがちな子どもについては、先ほど申しましたけれども、新しい定員制単独高校を、伏見工陵高校の跡地の一部を活用して、創設したいというふうに思っております、ここには今、吉田先生がご指摘いただきましたような、引きこもりのある、 小森稽古のある子どもも視野に入れたような形の通信制等のノウハウも取り入れたような新たな形の高校を創設したいということで今、基本計画等についていろいろ検討を進めているところでございますのでそういった多方面な形で取り組みを進めていろんな形で困りを抱えている子どもたちへの支援を取り組んでいきたいと思っております以上でございます。 この,この件に関連したほかにございませんが、なければ次に小中一貫教育全国サミットについての質疑を行います、それでは出席、はいえー、先だって1月25日、26日と、えー、全国の人たちが集まって、第12回小中一貫教育全国サミットがこれですけれども行われました。えー たくさんの人が来られていて、まあ、びっくりしたわけですけれども25日はちょっとしょがあって、えー、いけませんでしたいくつかの学校で、えー、いわゆる公開授業が行われていたというふうに思いますけれどもまずその、えー、僕は参加できなかったんですけれどもそれらの模様についてい、えー、ささか、えー、説明をしていただければと思いますしまたその成果をおっしゃっていただきたいと思います。はい 清水指導部担当部長第12回小・一貫教育全国サミットについてでございます今、鈴木議員からご案内ありましたように去る1月25日と26日2日間で小・一貫教育全国連絡協議会と京都市教育委員会の主催ということで開催させていただきましたまず1日目1月25日の様子をということでございますが こちらの日につきましては京都市の3つの中学校ブロックといいますか、につきまで授業公開、それから実践発表、研究発表をさせていただいております3つと申しますのは小中一貫教育を進める上で施設面で分類した場合に3つパターンが現在、京都市としてありますし全国的にもあるということで考えさせていただいております1つは、両風学園いわゆる施設一体型での実践。 それからもう一つは、京都大池中学校のブロック、こちらは6年生が大池中学校に通うというスタイルでの施設併用型の実践、それから九条中学校、九条高等小学校、九条東南小学校と九条中学校による連携型の小中一貫教育ということで、こちらは小学校と中学校が別々の場所にあるけれども、小中一貫教育を進めていくという形での3つのパターンで発表させていただいております。 えー、私ども、ああ最初どういった形で人が集まるかなというふうに来ていただけるかなと思っとったんですけどもう、まあ、嬉しいことにといいますかあのいわゆる連携型最後にご紹介した九条中学校のブロックがまあ一番の人出といいますか、えー、関心が高くて、えー、まあエントリーを超えるような最終的にはあの来ていただきまして、えー、非常に喜んでいるところでございます。まあ、全国的にももいいなまあ所条件の中で小中で教育をまあ離れていても進めるという形でやはり 関心が高い部分が伺えるが、なかなかというふうに考えておるところでございます。以上でございます。次<き>。ええ、同僚の山岸議員は。この日、ええ、なんか。三箇所か四箇所、あのはしごをしてですね。まって、非常に、まあ、感動したそうでありまして。まあ、そのことも含めて、今度彼は。代表質問で承知いかについて。 多分質問すすると思います非常に彼、まあ、自身も非常に勉強をしてまして、まあ、向,向島の方にも修練ですかできるということもあってそういうことを言っておりましたで僕は2日目の宮、ま、古、あ、メッセでは第3分科会教育長もお見えでお会いし,しましたけれども、えー、キャリア教育を軸として小中一貫教育というテーマのところに行かせていただきました。で なんといっても大原学院の8年生の子どもたちが、えー、堂々とまあ自分たちの取り組みを紹介していたことが印象に残っていますで、えー、その会場がですね本当に満員で広い広い,広いだだっぺい会場でありましたけれどもおそらく600人かなんかそのぐらいにおられたんではないかと思いますが。 まあ全体会議でいうと、まあ、あのメインホール、ノースホールがです、ね、メインホールがです、ね、ほぼ埋まっていたわけですから、2000人近い人たちがまあその日、参加されたわけですが、各分科会もいろんな熱気があったんではないかなというふうに思っているところです。で実はあのつい先週のの曜日、ね、議員団で東あの新潟県三に、えー 三条,の三条市の,その小中一貫教育校をまあ視察をしてまいりました大雪でありましたけれども三条のランナ学園嵐の南の学園と書きますがそこを視察を議員団でしてまいりましたまあ立派な学校でありまして新しい校舎が小学校中学校それぞれの校舎があって真ん中に一体とした職員室があって 大きな大きな体育館、冬は室内プールにもなるようなプールがあるわけですが、実はまあ、その第三分科会の席に、栄学園という、三条、同じ三条市から運営の人たちも報告がありました。 でまあ、三条の本現地視察に行ったときに、その分科会に参加されていた教育委員会の、三条市の教育委員会の方が、まあ、京都行ってよかった,、ね、かったですと、ずいぶんいろんな勉強させていただきましたというふうに報告を僕らにしていただいたわけでありますが、まず分科会。 それぞれの人たちが本当に頑張ってコーディネーターの先生が止まれましたけれども、これもあのどのような状況であったのかもそれもちょっとご説明いただきたいと思います。ありがとうございます。二日目のご紹介ということでございます。二十六日につきましては今先生からご紹介ありましたように午前中は各天山ごとの分画会に分かれての 研究それから午後からは全体会ということになっておりますで午前中の分科会につきましては5つの分科会に分かれておりまして複雑な通学区域を抱える中学校における小一貫教育でありますとか英語教育それから今ご紹介ありましたキャリア教育それから児童会生徒会活動を通した小一貫教育最後に施設の環境の工夫という形で5つの分科会を開催させていただきましたが。 こちらの方は、鈴木議員がご参加いただきましたキャリア教育の分科会が一番の人でということで、全体の分科会の5つあるんですけれども、そのうちの30%の方々がこちらの方に参加しておられました、ちなみにこの2日間で延べ3600人を超える方が参加されております、1日目が1300人程度、2日目が2300人程度ということになっております以上でございます。 本当にそれぞれの分科会で各地から来られた人たち先生方が本当に取り組みを発表されていて多分、ね、熱気があっただろうというふうふに思います。で、まあ、これは第12回目ということで11月歯会ではあのちょうど義務教育の学校の条例を可決したところでありまして、まあ、新たな出発をまあすることになるのではないかなというふうに思っているわけですがメインホールでの,、まあ、あの最初に 和太鼓の演奏が、近隣小学校の子どもたちが、あれ4年生でしたかね、なんか全員の子どもたちが出てきて、まあ、郵送に、まあ、あの演奏をしてから、まあ、オープニングが始まりまし、まあ我が地元の校区であります、知り合いの子どもたちも頑張って出ていた様子も見ましてで、彼らも非常にまた元気をもらってです、ね、頑張っていこうというふうに、あの大原学院の子どもたちもそうだと思いますが、ああいう場にでで 出られることが多分誇りになってくると思いますで全体の会ですがまあまあ3000数百人ということで報告ありましたけれどもまあ大きな成果が生まれたと思うんですけれども、えー、まあ あるいはまた課題が残っているかも分かりませんけれども、このサミット成果をどのように生かしていかれるのか、まあ、京都はいろんな意味で全国に先駆けて、小中一貫、取り組んできているわけですが、いくつかのパターンがありますけれども、そのあたりの今後の教育委員会の取り組みの考え方を披露していただきたいと思います。 ありがとうございますただ今、議員からご指摘ありましたように、この4月からは新しく義務教育学校もスタートいたします、そういったことも含めまして、これまでの取り組みの成果、京都市の立場から申しますと、これからの取り組みの成果ということで、先ほど説明いたしましたような形で披露させていただきました。同時にに全国ののれも議員かからごあありまましたが本本当に熱気気ふれるとい,いますか本気の 取り組みを我々も学ばせていただきましたので、そういった成果を踏まえて、今後とも充実していきたいと思っております。まあ、特に、全大会でも学識の方からもご紹介ありましたが、まあ、地域とともに進めるということを一番大切にしていきたいと思っております。具体的に申しますと、学校運営協議会の活動との連携というあたりも、当然これ,もこれからも軸にしながら、一層の充実を図っていきたいというふうに考えております。以上でございますつ 地域との連携ということで、大原学院の子どもたちを、えー、応援にです、ね、地元の人もたくさん来られてましたし、逆に大原学院の方に視察に行った人たちもおられるというふうに聞いています、いろんな取り組みが全国的に広がること、そうした京都がまあ誇るべきこの教育を進めていただきたいというふうに思います、えー、この質問については以上ですこの件に関連して他にございませんか。はい、山本 すませんえー、小中、まあ、連携の中で、まあ、子どもたちもスムーズに移行できる、まあ、そういう経験も、まあ、させてもらっているとは思うんです先生たちも本当に頑張っていただいていると思います、まあ、うちも中学校から、ね、先生来ていただいて授業を受けているようなことも子どもから聞いていますし、まあ、そうやっていい影響で、まあ、進めていただくそういう側面もあると思います、まあ、ただちょっとあの気になっていることは先生たちの中でね、えーまあ 基本の授業以外の業務の負担というところからすると、この連携の,、まああのまあ、いろんなやらなあかんことがです、ね、増えてきたら、それが、まあ、その業務の中でも負担になる恐れがあるという、そういう懸念も私、示されていると思うんですけれども、ここら辺のバランスはどのようにお考えでしょうか、はい、清水指導部担当部長。ああのまあ 小中一貫教育に限らず先生方のご負担いわゆる例えば事務作業等も含めましたねご負担あるいは会議等についてもいろいろあるかと思いますこういったことにつきましては全体の学校運営になる教育活動を今見直すという形で,ですね働き方改革という一つのテーマの中で今いろいろと検討を進めているところでございますで小中一貫教育につきましてもこれまでの成果をある意味踏まえながらより効率的で 成果の出るような形でのま連携のある方というのをあの常に考えていきたいと思っております。あの全体会なんかでもこれも学識の方からあの今後のカルピュラムマネジメントっていう中であの少々連携するがゆえに効率化できる部分もあるだろうというようなご指摘もいただいておりますのでそういった点も含めながら今後ともえ取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。はい山本議員。 はい、あのぜひあの先生たちの、まあ、負担ということもあの考慮に入れていただきたいと思いますあとは、まあ、子どもたちの、まあ、教育の内容を見てますと、ね、最近基本的な5、まあ、教科の,、まあ、あの科目の授業のほかにです、ね、さらにいろいろ増えていくということが、まあ、教育の内容で盛り込まれようとしています、まあ、英語でありますとか、えー、プログラミング教育も言われていますしまたそういう連携の授業という、まあ、そういう基本的な 学力をね身につける上での授業がないがらしになってはいけないとで子どもたちの中でもですねいろんなことが押し寄せてくるので結局基本的な学力が身についていないという不安をね持っておられる親御さんも最近増えていると私は思っていますそういったところにしっかりと対応できるような先生の余裕もねあのそういう部分も 大切にあの持っておかないと先生がいっぱいいっぱいのカツカツのね業務の中では子どもたちのまあ、きめ細やかな対応もまあ、できなくなるということが考えられますし、まあ、ぜひそういうまあ、全般子どもたちのためにということでですねバランスを考えていただいて、えー、取り組みを進めていただきたいと思います。以上です。はい。この件関連して他にございませんか。はい。なければ次に少年合唱団についての質問を行います。続き。 続けて失礼します、えーと。昨年の8月20日ですか、えー、京都コンサートホールで京都市の少年合唱団の60周年の、えー、記念演奏会がございました。えー、娘が中学時代いろいろお世話になっていて、まあ、OB として、えー 出させてていいただいて、まあ、本当に喜んでましたんで、まあ、僕もまあ見に行ったわけですが超満員でも入れなかったですねゆっくり見ることができなかった中の方はね誠に残念でありましたけれども、まあ、60年昭和33年ぐらいから始まって。 でまあ、うちの娘がそうになった20年ちょっと前だと思いますけれどもその世代の人たちも含めてあるいはもうちょっと上の世代の人たちも含めて OB として出演をされていて本当にいい経験になってるんだなというふうに思っているところですで、えー、っと当時まだの育成会があったのかどうか分かりませんがいささか父母の親の会を立ち上げようといろんな努力をしたこともあるわけですが いわゆる今、その少年合唱団、日本の誇る合唱団の一つやと思いますし昨年の夏なんかの全国の番組の中で平安時代かどこかで歌っている場面も出てきたと思いますが今あの、少年合唱団を今京都市教育委員会でずっとまあ見守ってこられて毎年200人ぐらいの、えー、団員さんが入ってこられるとは思います。けれども、まあ、今の 合唱団の状況ですかを少し説明していただきたいと思います。はい、池田教育相談総合センター所長、鈴木先生、ありがとうございます。定期演奏会では本当にあの入れなくて中の方に失礼いたしました。合唱団の現状ですけれども、現在ですけれども平成二十九年十二月末現在でですね、小学校四年生から中学校三年生まで合わせまして二百十八名。 の子どもたちが在籍しております。新入団が四十五名いますし、今話が出ました卒団ということで、中三の子がこの三月に三十六名無事卒団していく状況でございます。次<き>、まあ今現状の人数を教えてもらったんですが、まあこの合唱団がまあ教育委員会としてまあ維持をされているそのなんていうかな役割。 があの少しあのこういうことで合唱団は意味があ,りますよあるんですよというふうな教育委員会としての見解ですねそれもちょっともう一度確認しておきたいと思うんですけども、まあ、あのウィーン少年合唱団には まあ、なかなかこっちまでいかないかも分からんけれども、これべきものだと思います、まあ教育効果も含めて、でまたあの音楽にカットして育っていく人たちもたくさんいると思いますが、その辺のことをどう思われるのか、でまあこれは予算の関係でまた予算で審議すればいいんだと思いますが、まあ、大きな計画が今後あれば、どういうことをされるのかということです、それからもう1点だけお聞きしておきますが、育む会を、まあ、作られています。 でこれは OB の人たち、あるいは個人会員であれ、あるいは企業の人たちがまあ寄付をして、えー、育てていこうというような応援団の役割を果たしているというふうに思うんですが、この育む会の役割も含めて、ちょっと、えー、どういうふうに考えておられるのか、教えてください、はい、池田所長。 失礼いたしま,す、えー、っとまずあの組はハグ組会の方なんですけれども、平成16年4月に発足しております、で会員数ですけれども、今年度におきましては個人で176名、それから法人では14団体の方にご参加いただいております、それからあの合唱団の評判といいますか、先ほども言いましたけどここ10年ぐらいで,です、ね、演奏能力も非常に上がったということで、来場者の方が増えております。 で毎回その演奏会の来られた方にですねアンケートの方を取らせていただいてるんですけれども生きていて良かったとか天使に迫るような歌声で本当に心が現れたとか本当にあのありがたい言葉をいただいておりますでそれに加えてですね子どもたちの方もですねやはりあの合唱団を卒団していくときにやっぱり中学校時代 小学校時代に一番思い出は何かというふうに聞かれたときにですね、どうしても部活とか言いがちなんですけれども、合唱団の子はやっぱり合唱団で学んだことがすごく経験になったというような言葉もいただいております。それから、今ちょうどですね合唱団のヒアリングといいますか、指導者のヒアリングをしているんですけれども、先生方にとって、指導者にとって合唱団とはどういう存在ですかというふうにお聞きしたときにですね、本当にあの嬉しい言葉をいただきます。例えば、先ほども午前中、ヒアリングさせていただいた先生はですね、本当にあの、 生きる証といいますか、本当にあの人生の糧や、ライフスタイルそのものであるというような形のことを言っていただきますし、本当にあの厳しい条件の中で子どもたちからエネルギーをいただくことが、本当に私にとって生きがいになっているんだというようなこともいただいておりますので、今後ともそういった指導者の先生方とです、ね、京都市の音楽生含めて健全育成に寄与していけたらなというふうに考えております。以上ですはい鈴木委員 まあ、京都は文化庁が来て、そしてまあ文化史を目指していく、その中の一つの、まあ、京都が誇るべき少年合唱団として、今後も育っていってほしいと思いますし、まあ、それこそ100年目指してです、ね、皆さんそれぞれ頑張っていただきたいと思います、そして何よりも子どもたちが今おっしゃったように、その中学、小学校時代の思い出として、 音楽に親しみそこからまた一つステップ上げていくようなそういう場になってほしいと思いますが教育長もし何か長いこうも見ておられると思いますけれども見解があれば決意をお尋ねしたいと思いますはい有田教育長あの昭和33年に京都市少年合唱団が全国唯一の公立の合唱団として発足したとでちょうどこの時期は京都市が 財政再建団体に指定されていた大変財政が厳しい何も新しいことができないような時にやはり音楽で子どもたちを市民を勇気づけようとそういう、まあ、ある意味では尊い高い志を持って少年合唱団が設置されたとまた同じ時期に京都会館ロームシアターも設置されておりますそういうあの、まあ、文化庁が京都に全面的に移転してきてですね 文化で、そして文化で京都、そしてまた全国を元気にしたいと、そういう心意気、趣旨がやはり少年合唱団の補足には込められていると、そういうことを忘れずにです、ね、今後とも京都の音楽文化の振興の核となるように、少年合唱団を育成してまいりたいと思っております、以上でございます。はい、この件に関連した他にございませんか。はい、なければ次に 京都工学院高校卒業後の進路についての質問を行います森、はい、あの先日視察行かせていただいてあの素晴らしい施設に生まれ変わりあの本当に今後も、ね、のづくりを支えていただく、まあ、若い担い,い手の人たちが、まあ、教育する場にはとてもふさわしい場所だなというふうなことを感じました。 まあそれはえっと大変、施設面からもそうですしまあ教育面からもあの京都から世界へというようなキーワードもありますしそれはすごく大切なことだなというふうふに思ったんですけれどもまあ進学ないしその就職ということでまあその今後進路を選ばれると思うんですけれども改めて、概略で結構ですので。 高,学院高等学校のまあ卒業生の進路,につい進路の状況についてお,かせあのお聞かせくださいはい、大黒指導部担当部長、はい、あの先日は教育福祉委員会の先生方には、あの高学院高校、ご指摘いただきましたありがとうございました、あの大変あの寒いというか、冷たい雨が降る中で、私もともと悪い中、本当にありがとうございます。あの森議員の質問でございますあの パーセンテージでということになって、就職希望ということでございますが、工学院高校、ご存知のように、1年生、2年生が今、頑張っておるところでございます、2年生が、この間、11月にプロジェクト工学科1八8 0名全員がインターンシップを経験しまして、3日間の企業、全部で94社をそれぞれが回ったというところでございます。 あの説明でもあの菅田校長のほうから大体7割ぐらいという,ような説明があったかと思うんですがそれはまあ夏具合の数字ですのでもう少し率は上がっておくかというふうには感じておりますそれとあと学用伏見がまあ工業高校として当該やったわけでございますがこ今三原生の就職状況につきましてはあの菅田校長説明あったかと思いますがあの学校汗の就職につきましてはあのほぼ100%に近い形に今動いておりますので、え。ー 通算で言いますと、1今15年連続ですので、16年連続の学割千就職率100%は、あもう多分いけるんじゃないかというのがな報を受けておる次第でございます。以上でございます。はい、モありがとうございます。あのまああ聞かせいただいて、あの就職される方がまあ多いということで、まあ本当にあのまあいろんな側面あると思うんですけれども、まあ言うまでもなく今までまあ楽陽工業さん 星見工業高校の生徒さんが京都の中小企業の町工場もはじめいろんなところで活躍していただいているということは皆様もご承知のとおりだと思いますしこれからもそういう役割というものはもう求められていくのではないかなというふうに感じていますあの今は今あのえっと京都工学院高等学校の生徒さんとして入られた方の卒業生はまだいないということですけれども今後 その進路については、どういったビジョンを持って、今、指導に当たられている状態でしょうか進路の関係でございますが。えーあの その100%というような部分で学業不思議の伝統をちゃんと引き継ぐような形にもちろんしたいというふうに思っておますし現実といたしまして今年は学業不思議が最後の卒業生ということでございますが3000社ほどすでに高校も来ておるということで高学院に期待する声は高いものではないかなというふうに感じているところでございます今あの具体的な数字を申し上げますと一律高校全体の数字が合うんですけども ええ、いわゆる府外の就職者数という率なんですが、これが大体八十七点五パーセントということでございます。これ全国の平均でいきますと、あの四十パーセントだ五十パーセントぐらいの都道府県もあるんですけども、お調べた全体の平均に言いますと80、八十パーセントほどということですので。あの、まあ、あの十パーセント近く、まあ、高いというようなことも言えるかというふうに思っております。あの、先ほどあ京、あの、きあの、京都から世界へというようなこともあったかと思うんですが、本当に、あの、市外の。 その企業さん中小企業も含めてですけれども、あの世界を目指さえる、実際今世界でもあの活躍されている企業さんが本当に多いかというふうに思ってますんで、そういう意味ではあの恵まれたあの人や学校やというふうに感じておりますんで、あのそういうた地味をあのいっぱいいっぱい生かして頑張っていきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、モリン。あのそれとかグローバル人材という点で、あの今までのそう。 そのもう本当にあのもう技術を丹田に習われてあの、まあ、高卒で就職をされるっていうところから、まあ、進学という面についてもあの新しいその統合された後の子たち。 あの生徒さんというところについてはそういうふうにあの進,路指導、まあ、進路指導であったりそういうあの学力面でのバックアップをもとにあの大学進学率というところもあまあ上げていきたいというようなお話も伺いましたあの先ほどあのご紹介いただいたまあその市全体でまああの就職をなさるあの府内の就職率が非常に高いということは本当に素晴らしいことだなと思いますしあの果たして、まあ 京都でこんだけの教育費91億円、教育で決算ベースでかかってきている中で教育がすべての面で投資とはもちろん申し上げませんけれどもいろんな人たちが子どもたちの教育のためならということで市民の税金を使ってこうやって教えておられるという面からいくとやっぱり。 大事に大事に京都で育てた子をもちろん世界に羽ばいたいてだくことをもちろんそれは京都の,あのブランド向上にもなりますしそれは素晴らしいことだと思うんですけれどもまあちょっと一部その大東京や大阪に行くことがそのなんか金星のような。 もうそれはそれで大都市に行って可能性を広げることも大事なんですけれどもやはりその府内に就職いただきたいまあ郷土愛というものをやっぱり生徒さんには持っていただきたいなっていうことをちょっとこの前の視察で感じまして今はそういうところで今日の府内の 進学率の方が高いというお話を聞きましたので、反、ま、省、あ、はするところなんですけれども、ぜひともやはりあの京都にもすごいあの素晴らしい企業さんたくさんありますし、まあ、そういったところもやはりその選択肢の一つとしてやっぱり入れていただきたいなというふうに思うんですけど、最後にその点だけお聞かせいただけますでしょうか。はい、大工部長あのちょっとあの 学業不知名が追あの追って加えた伝統というのはございます。当然あの O.B. の方、同窓会の方も含めてあの多数そういった企業さんにあの求められると。 という方をございます。そういったこととも協力しながら、あのやっぱりあのそういう企業がいっぱいあるということをまずあの生徒たちに知っていただくということが大事かというふうに思ってますので、あのそういったことをやっていきたいと思ってます。それところ大学進学ももちろんするんですが、あのそういった中でもあのいわゆるあの工業系まあ、科学技術で社会に貢献するというのがこの学校の売りでございますので、工業系を大学に変えてまたあの京都に。 帰ってきていただくということもあろうかと思いますし、そういった意味で、あの京都の良さを十分に分かっていただくようなまあ、地域共同の取り組みです。とか、伝統文化の取り組みとかも併せて行なっておりますので、あのそういった形でなんとかあの京都をま毎、あ、日あの高校生になってを育てていき,あの行きたいというふうに感じているところでございます。以上でございます。よろしいですか？はい、この件に関連して他にございませんか？はい、なければ次に。 保護者負担のの軽減についいての質問を行います。井上健人井上委員えっと。昨年の秋にです、ねえー、会派でいただいた要求資料だったかと思うんですけれども、一律学校園年間保護者負担額と内訳についてという資料です、えー、児童・生徒1人当たりの学校教育費の支出ということで、 幼稚園が1万9466円、小学校6万5000いくら、中学校3万3000いくら、高等学校前日制いくら、定時制いくらと、まあ、とうとうと書かれてるわけですけれども、あのその内訳として、ですね学校預かり金、それから PTA 会費その他の会計と、こういうふうに書かれておりますけれども、この学校預かり金というのと、その他の会計ということについて、もう少し詳細をご説明いただけますでしょうか。 清水教象機関、ああすみません、東総務部長。はい、えー、PTA の預かり金ですが、小学校で大体7割が給食費相当でございまして、あと、教科活動等、学校行事等というのが小学校でございます。中学校つきましてはだいた大体5割ぐらいが修学旅行費で、あとの2割ぐらいが、4割弱ぐらいが教科活動という形になっております。以上でございます 補足はありますか。はい、安田部長。すみません、えっ、ー、と、後その副読本とか、まあの、図書購入費とか、まあ、そのような状況でございます。以上ございます。はい、宮城井上健二。ちょっと委員長、後で測っていただきたいんですが。あの、今おっしゃった、その給食費だとか、教材費ですか、行事、修学旅行等々。おお、幼稚園と小学校と中学校と高等学校、全日制高等学校、定時制、それから総合支援学校。 それぞれですね学校預かり金とその他、会計ということについての内訳と額と予算委員会までに資料としていただきたいんですけれどもちょっと後で測っていただくようによろししくお願いしたいいたと思います、はいえー、それでですねこのさっきち,ょっとちらっと紹介しましたけれども全国的な平均のデータなんかを見てますともう中学校の方が額が大,大,き,大,大きいのに えー、いただいている資料では小学校、先ほど言いました6万5262円、中学校3万3661円といううになっているんですけれども、これはあのどういう事情があるんでしょうか、まあ、一般的にまあ素人判断では中学校の方がたくさんかかるようにも思うし、全国的なデータでもその通りなんだけれども、なんでこんな数字になっているのか、ちょっとご説明いただけますでしょうか。安田部長 先ほど申しましま中学校は給食ございませんので小学校は給食で大体何割ぐらい占めてますのでその学校が大体給食で分ということで,です以上でございます井上健人あの子どもさんがですね直に現金を届けるみたいな納金方法があるのかないのかそのことについてもご説明願いたいそれから併せて、えー、未納ということがあるのかどうかですねこのあたりの実態についても お詳細をちょっとご説明願いたいんですが、安住部長、えまずあの基本的にはあの口座の引き落としをしているという状況でございます。はい、福西体育健康教育支長はい、ミノについてでございますが、給食品の未納ということでお答えをさせていただきたいと思います。 小学校ですけれども、平成28年度分についてですけれども、29年の5月1日現在の数字になりますけれども、未納者が126名で、全体の割合としまして0.2%、それから未納額としてましては255万円で、割合としましては0.07%という数字になっております。ただ、この数字につきましては、年度が変わってからも納入していただく方、おられますので、また下がっていくというふうに考えております。 併せまして補足ですけれども、全国との状況の比較ということで申し上げますけれども、平成25年度に24年度分の調査を全国的にされました、その数字につきましては、人数、額の割合とも、全国と比べまして、約6分の1程度ということで、京都市の場合、状況となっております。以上上でございます井上健人 併せてですねさっき言いましたその預かり金蔵ということでその内訳ということだったんだけども特定のこの火目だけがの未納ということがありうるのかどうかですね例えばそのまとめて預かり金を落とされる場合にですね 何費だけというふうな内訳になるのかどうか、このあたりについてもちょっと分かりやすくご説明いただけますでしょうか、例えば残高が全体として、えー、僕が直費ゼロになってしまってはね、井上の通帳からは落ちませんよということの場合にね、えー、どういう費用の内訳になるのかね、このあたりについてもちょっとご説明いただきたいと思います。はい、東総務部長 すみませんあの少し訂正をさせていただきますが、例えば小学校の6万9千何0何につきまして、ほとんどが学校預かり金でございまして、あと PTA 会が若干あるということでございます。で学校預かりにつきましては、大体年間学校にこのぐらい必要ですよというのを、まあ、保護者が口座に入っていますので、そこからその都度まあ引き落としていくという形になりますので、その都度何に引き落とされているかというのは、こちらのほうが把握はできていないという状況でございます。以上上でございます井上健人 まああの少なくともその給食費の未納なりです、ね、あるいはまあ他の品目の未納があったとしてもそのことについて直接子どもさんに何らかの影響がないととりあえずはね、えー、いうふうに理解しておきたいんだけどもこのあたり先ほど未納の実態の一端についてご紹介いただいたけれども,もうそのことが実際問題どういう跳ね返り方っていうか。 現れ方をしているのかとこのあたりについてはいかがでしょうか。はい、安部長。あ、すみません。佐藤指,指導部長。えー、その辺はあのそれぞれの学校でも非常にあの苦労しているところです。で、まさかの給食を食べさせないわけにもいきませんし、みんなが持っていて、それで学習するものがその子が持ってないということには。 いきませんのでその辺は本当に現場の先生方が心砕きながらいろいろな工夫をしてしのいでいるところです。合わせてもちろん保護者の方にその旨を何回もお伝えをして話をさせていただいて払っていただくべきものは払っていただくというようなそういう取り組みをしています。宮城県人 未納の場合にです、ね、その原因ということについて、どんな分析をされていらっしゃるかと、これについてはいかがですか、はい、稲田次長、まあ、学校の預かり金ですが、基本あの、えー、経済的に厳しいご家庭は、まあ、生活保護なり、就学援助の中で、えー、カバーできておりますので、基本的には経済的に厳しくて未納というのは、あまりきょとしてはない、給食の場合の先ほど言いましたけど、全国も10分の1ぐらいの未納率というのは、 就学援助でもかかっていらっしゃらない。生活もかかっていらっしゃらな,ないけど、ご理解が得られないというようなケースがあるわけです。ですから、えー、基本的には経済的に厳しくて、身のというケースはあまり京都市ではないというのが現状でございまして、どちらかというと、あのご家庭のお母さん方、お父さん方がちょっと教育的にこの関心が低い。あるいはそのご理解がいただけないというケースが。 えー、このの京都市のの場合の状態でございますあの他都市では給食のみの、えー、が多いのは一旦例えば就学援助のお金を全部お渡ししてその中から京都あの、えー、改めて納めてもらうという制度になってるんですけども京都市の場合は就学援助ないで生活保護についてすで、えー、にあの保護者の方の同意を得た上で給食費等を引き裂いた税に頂い,いたものの残りを お渡しするという制度にしておりますので、そういう経済的に厳しくて、未納になっているという率が非常にない、あのレアケースというのが実情でございます新聞報道ではね、これ、何年か前の朝日新聞ですけれども、埼玉県のあるう市で、えー中学、中学校の話なんですけれども、お学校給食費の未納が3か月続いたら、 給食の提供を停止しますと未納だったら弁当持ってこいと、まあ、こういう対応を、ねえー、している街があるという報道があるんですけども、まあ、僕はやっぱりあの子どもたちに仮にま未納があったとしても子どもたちに責任があるわけではありませんから、まあ、さっきおっしゃったようにですねあの区別なく提供するとあるいはその他の品目の費用につきましても子どもたちの差別にならないようにですね そこんところからぜひ、引き続きお願いをしておきたいと思います、それで、あのより根本的には、給食費も含めて、僕はやっぱりこの無償化の対象拡大っていうことをね、授業料と教科書に限らずですね、広げていくべきだと、こんなふうに思うわけで、まあ、本市の教育委員会だけで、厳しければ、政府にもそういう方向での声を上げていくと。 こういう流れというか、方向性が求められると思うんだけれども、このあたりについてのお考え方はいかがでしょうか。はい、東部長はい えまああの無償化の範囲につきましては、ご紹介していただきましたとおり、国において定めるべきものでございますので、現在の授業料と教科書が無償化されているという状況でございます。本市の財政状況を踏まえますと、やはりあの国による財政支援がない中で、本市独自の措置というのはなかなか難しいことでございますので、就学援助の充実も含めながら、国の方うに要望はしていってまいりたいなと考えているところでございます。以上上でございます。井上憲次 まああの国連の,あの子どもの権利条例の勧告であるとか、ですね、まあ、その他いろんなデータ、なり資料などを見てますと、まあ、日本の場合、まだまだあ総生産に占める教育費の割合なりが低いと、まあ、こんなことの指摘もあるわけですから、まあ、僕はぜひね、あの本市独自でも頑張っていただきたいということと同時に、国へ向けて、 各自治体が力を合わせて教育費の無償化の項目の拡大ということについてもっと頑張ってもらいたいと広い意味ではもちろん給食も教育の一環でありますからその他の教材ということになればもちろん教育そのものでありますからぜひ僕は教科書と授業料だけに限定しない方向を 取り組みの強化を求めておきたいと思います。えー、っと最後になりますけれども、その一律高校だけじゃない？私立の高校なんかも含めてですね。高校進学にあたってのこの何て言うんですか？うん、学費というか、まあ、あの保健福祉の方ですか？ 子ども局かな高校進学就学支援金支給事業というのがあるわけですけれども、もう一方で、就学援助の高校生はもいるんじゃないかという議論なんかもあったりしまして、ですねその高校への進学保障、あるいは先ほどあのもう議論がありました、その卒業まできちっとやっぱり頑張ってあの、応援すると、経済的に、こういうことについての現,現状認識であったり、見通しであったり、このあたりだけちょっと最後にお聞きをして、えー、終わっておきたいと思うんですが。 ははい、い。部長。あ、はい、あのまあ、修学援助制度につきましてはあの義務教育の児童・生徒を、まあ、対象にしておりましてもうむね国の基準で沿ってまああの措置をされておりましてまあ高校生につきましてはあの生活保護においても義務教育を対象したするまあ教育扶助ではなくまあ生御扶助で、まあ、たあの対象となっているという状況でございますあの修学援助につきましてはあの平成十七年度にまあ順要保護のまあ国補助が廃止されて以来まああの所得基準も変えることなく、えー、まあ 高校が就職す,る就学するまで小中の中で招致をしてきているわけでございますが本州のやっぱり先ほどご紹介ございましたは高校生に対象という事業といたしましては子どもがこの番局でやられています入学準備。 とまた、学用品等の費用をまあ支給されております、まあ、高校進学、就学支援金支給事業等もまあ行っておりますし併せてまあ国やまあ府の、えー、入学支度金やまあ奨学金等のまあ制度の充実も図られているところでございますので、まあ、そのようなところは大体おおむね就、えーまあ、学炎上世帯の対象をカバーしているというように認識しておりますし、まあ、そのあたりにつきましてまあ学校も踏まえからまあ周知の徹底を図ってまいりたいなとい思っているところでございます。以上上でございます、はい、井上健人 まああの子どもの貧困ということがね大きな社会問題にもなってお,るおりでもありますしまたあの生活保護費値下げの動きが 特に母子家庭への影響悪影響が大きいということも言われておるわけですから、まあ、先ほどあの玉本委員からも議論があったとおりなんですけれどもぜひまあ保健福祉局とも連絡取っていただいてまたあの制度の変遷ということもいろいろありますのであの現場の先生方にもあの制度の周知なんかも、ね、ぜひ研修会やっていただいたりして、まあ、我々も勉強していかないといかんですけれども、あのー、少なくともお金の問題で教育を受ける機会が制限される抑制される ということのないようにです、ね、ぜひこれ頑張っていただきたいと、こんなふうに思います、以上で終わりまますす、はい、資料だけちょっと委員長お願いします、はいはい、今お話ありました、先ほど井上健事委員から要求のありました、幼稚園から高校までの給食、教材、行事費等、学校預かり金の内訳についての資料については、2月市会の予算特別委員会の質疑までに提出できますか。東総務長 また整理させていただきまして、えー、提出させていただきます。以上でございます。はい、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか？はい、ご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましては、なるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。この件に関連して他にございませんか？はいなければ、以上で教育委員会を終わります。理事者の皆さんお疲れ様でした。 次の教育福祉や健康保健福祉局につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは準備が整いますので、しばらくお待ち願います。 はいそれでは保健福祉局に対する一般質問を行いますはじめに国民健康保険料についての質問を行いますスタイン それではちょっと私もここから、えっと、国民健康保険の平成30年度の保険料について質問をさせていただきたいというふうに思っておりますただ、まあ、この保険料につきましてはです、ね、これから予算議会で,です、ね、審議をされるものですのでこの中身細かくということではなくてです、ね、ここ最近の報道やあるいは公報されたその資料について確認をさせていただきたいというふうに思っております。 でまずあの1月25日の、えー、京都新聞にです、ねえー、来年度の、えー、保険料がです、ね、1人当たり、えー、5200円軽減するという、ま、報じ方がされておりましたで、えー、日の順番に言いますと、えー、1月29日に京都市の、えー、国,国民健康保険運営協議会の資料にはですね、えー 1>, 1人当たり2123円軽減されるというふうに載っていたというふうに思いますそして、えー、今月に入りまして2月1日の京都新聞の報道では、えー、1人当たり2930円軽減額されるというふうに、まあえー、と掲載をされていたというふうに思うんですけれども、えーまあ、ちょうどまあ来年度からですね、あのー この制度が大きく変わって、まあ、風の遺憾ということもありまして、あの都道府県単位になるということで、まあ、大きな改革があるので、まあ、少しまあ混乱している部分はあるのかなというふうにも思うんですけれども、ちょっとこ,うこれだけを見ますとね、一体何が正しいのか、どうこの数字が出てきて違うのか、えー、なぜまあこんなようなことになってしまったのかというのがわからないので、ちょっとそこをご説明いただきたいと思います。 はい、西久保生活福祉部長、はい、あのご質問の報道新聞報道についてでございますけれどもあの、まあ、京都府全体の状況についてということで、まあ、1月の25日と、えー、2月の1日にあの報道があのございましたであの、まあ、前者の方は一人当たり5200円のまあ軽減で、えー、後者が、えー、28年度比で 平均2930円の減額というような報道であったというふうに思っておりますであのまずあの1月25日の報道されました5200円の軽減についてでございますけれども平成30年度から個々の都道府県単位化にあたり国の方から1700億円の国費 京都府の方ではあの約36億円分の拡充がされるわけでございますけれども、えー、仮にそれがなかった場合と実際に実施された場合の、えー、京都府全体の一人当たり保険料の差が5,200円ということでございます。えー、これはあの今回のの制度改正が保険料にどうういいった影響を与えるのかという観点で えー、京都府において、まあ算積算えー、算定をされたものでございまして、えー、不平均で五千二百円の引き下げ効果があったというものでございます。あの一方、二、えー、月一日に報道がされました。二千九百三十円の軽減といいますのは、京都府の同じ資産の中で、えー、平成三十年度保険料が、えー、公費拡充の結果。 決算が確定しております。28年度の保険料に比べてえ、不平均で2930円低くなったというものでございます。あのまあ、この試算ではですね。あのこの試算につきましては、まあ新聞報道の中でもですね。あの記載を掲載をされておったんですけれども、も各市町村の？ 平成28年度におけます一般会計区入金の額ですとか保険料の収納率などをベースに算定をしているということで実際に保険料を算定する市町村が決めれば保険料と帰りが生じるということで掲載をされておりまして一定の目安になるものであろうかというふうに考えてございます。そして先日ののの京都市の方の 国保運営協議会の方でお示しをさせていただきました2123円の引き下げについてでございますけれどもこの金額がですねあの実際の本市の平成2 3 0年度における29年度予算からの引き下げ額を 示したものでございます30年度予算につきましては2月近いの方で改めてご説明をさせていただきますけれども1人当たり医療費については年々増加傾向にあるもののですね健診事業や後発医薬品差額通知などの医療費適正化の取り組みなどに加えまして公費の拡充の影響も踏まえてです、ね、予算編成の中で収支計算を行った結果14億2000万円の 歳入超過というものに、歳入超過となったものでございまして、この歳入超過について、えー、被保険者の負担軽減を図るということで、二分の一を保険料の引き下げに、残りを財政支援分の一般会計、グリーンの縮小に活用するということから、1人当たりの保険料が平成29年度比で2123円の引き下げになったものでございます。 えとまあ、今の話ですとね、えーとまあ、それぞれえっと理由があってその数字がまあ出ているということだろうと思いますが、まあ、京都市については最後の、えー、国保の、えー、市の協議会に出されたまあ資料がまあ正しい数字であろうかというふうに説明いただいたかというふうに思いますであの今の話ですと,、えー、と京都新聞に載った2つについてはまあ,あくまでも負の平均ということであの出された負が算出された 数字ということでしたけれども、今、話の中にもあったんですけれども、この国保料を決めるのは市町村であるということで、確認しておいて間違いないんでしょうか西久保部長はい。あの最終的に各市町村のがうが保険料を算定するということで、それは従来と変わりございません、以上でございます分かりました。つまりまああの、えー 先ほどの,その、えー、いくらですかね、えー、2123円です、ね、の減額の、まあ、1人当たりのベースになろうかということが、来年度の、まあ、数字のベースということで考えたいということでございますね。分かりましたあの この国保料に関しては、ですねやっぱりあの本当に多くの市民、これから府民といってもいいのかもしれませんけれども、関わられるものでありまして、先にも述べたんですけれども、都道府県化ということで、大きな改革が今回、もなされて、市民の方にとってもですね大変大きな関心事になっているというふうにえっと思います。ししっかりあの予算を編成してていいただいて いいいいいただかないといけないとけいうのは,まあこれは当たり前のことなんですけれどもこれはしっかりしていただくのはお願いいたしましてあのやっぱりこ,のこういうふうに報道されますと本当にあの市民の方が混乱される可能性があると思うんですねなのであのやはりあの分かりやすくてですねあの正確な情報をまあしっかり市民の皆さんにあの提供していくというのがあのこれまたあの本心にとっても大変重要な ことだとだいいう,うに思いますあのもちろん詩が出していないのであの直接は言えないところもあるのかもしれませんけれどもしかしながらですねやっぱり京都府やですねあるいは京都新聞さんにもですねあのやはり混乱があの起きにくいようにねしっかりその今の現状というのを、えー、とお伝えいただいたりということをしていただきたいと思いますが今後こういうことがないようにどういうふうに取り組まれるかちょっと教えていただけますか

はいあのまあ、ご指摘のとおりだと思います、あのまあ、1月の25日の,あの新聞報道だけではです、ね、まあ、前年度保険料からまあ減額されるような印象を受けるまあ記事になっておりましたので、われわれとしましても、京都府さんの方には、まあ、公表に際してはまあ誤解を招くようなことがないよう、注意いただくとともにです、ね、試、ま、算、ああの,の前提条件等を明確にまあ説明をしていただくようにということで、あの申し入れをさせていただいたところでございます。あのそ,まあ、そ,のその結果として 1>, ですね、あの1月の31日に開催されましたあの京都府の国,民国,国保運営協議会の方ではですね、まあ、府による算定結果につきましてはあくまでもま試算であって実際に各市町村で算定される保険料とはま乖離が生じるということが説明をされておりますしこれを受けて2月1日の新婦報道においては前回の記事よりも 詳細にも報道がされたというかしていただいたところでございますあの今後はの、う、え、ち、ー、としましてもです、ね、報道機関の方には改めて、まあ、京都市の,の国宝料について取材などを行っていただいて正しい報道をしていただくようにということで依頼をさせていただいてございますまたあの平成30年度からの都道府県単位化をお迎えにあたりましては、まあ、被保険者の方には、えーまあ、周知、チラシですとか 国保代理でのまあ周知を行っているまところでございますけれども、まあ引き続いて市民理解が深まるようにま取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。参院、あのまあ多分今年がね、一番やっぱりちょっと分かりづらいいということで、あの混乱が一番起きやすいのかなというふうにあの思いますので、あのその辺本当にあのしっかりとしたですね、あの周知のあり方 あるいはご相談に来られたときの対応のあり方であるとか、ですね、あのそういうこともしっかりとあの考えて、そしてあのきっちりとした予算編成をしていただくことをお願いして終わります。はい。この件に関連して、他にございませんか、井上健人ちょっとあの議論の交通整理のために、ですね、激変換は措置なり、保険者支援制度なりがですね、 国においてまあ来年度どれだけの予算になっておってそれがまあ京都府にどれだけどういう形で来ているのかとそれからまあ激変緩和措置については期限というか年限がどういう見通しなのかとそれから最後にえまあ京都市をはじめとしていくつかの市町村で一般会計を繰り入れて 頑張っていいただだいいるわけだけどもじゃあ、京都府も保険者の1億を担うということであればですね京都府にも一般会計の繰り入れをしてもらって各市町村に納付額の総額を請求するにあたって少しでもこれを控除すると差し引くという努力を私は京都府に対して求めたいんだけれども、まあ、そういう立場で本市がぜひ京都府に当たっていただきたいと思うんだけどもこのあたりの考え方についてですね お答えをいただきたい、まとめてよろしくお願いします、はい、西久保生活福祉部長、はい、あの30年度の都道府県単位化にあたりまして、まあ、国の方から公費として、ですね、えー、1700億円が投入をされるということでございまして、えー、先ほども申し上げましたように、えー、京都府の方には、ですね、まあ、その中から、えー、39億9000万円、えーあ、ごめん、59。 35億9千万円というまあお金があの入ってきているというようにあの聞いております、またあの激変緩和の部分でも、追加の公費ということで、100億円が入ってきておりまして、京都府の方に約2億円程度、それについても入ってきているというふうに聞いているところでございます。あのえー システムが変わりますのであの具体的には納付金という形で京都府の方からお示しをされてそれを京都市の方で保険料等でですねどうやって賄っていくかということで予算組の方をさせていただいているというところでございますであの京都府の方の最終的な本算定の結果として京都府の運営協議会あるいはホームページの方でも 掲載がされれておりますけれども各市町村です、ね、あの激変、えー、国からの公費投入の結果ですね、あのー、平成28年度比で、えーまあ、100%の保険料を超えるところがないというような状況になっておりましてあの一部あの100%を超えた部分についても激変緩和措置をです、ねまあ、されるということで結果的にはあの京都府の本資産の中では保険料が 対二28年度比で超えるようなことはないというようなことで、今のところは聞いているところでございます。まあ、そういったことから、ですね、まあ、京都府の方のまの一般会計の国で金等、現状を議論するような状況にはないというふうに考えているところでございます、以上でございます岩賢人あの。ちょっと激変緩和措置の、ね、今後の見通しについてのちょっとご答えがちょっと聞き取れなかったんだけれども、要は激変緩和というのはあの、急激な変動を、 文字通り緩和するということであってです、ね、何年かのうちには変化が完成してしまうという危惧なる恐れがあるからこそ、見通しについて聞いてるわけですし、またそういうことも含めて、京都府に努力をお願いしたいと、まあ、こんなふうに求めてるわけですから、まあ、この点について、ちょっと補強のご答弁だけお願いしたいと思います。はい、西久保部長 はい、あの激変緩和措置についてはですね、まあ、国の方から平成35年度までの間というふうにお伺いをしておりますただあの、まあ、実際にその年度までにどれだけのまあ経費を投入するかというのは、まあ、京都府の中でですね、まあ、我々も含めて議論をさせていただくことになってくるというふうに思っております。また毎毎年毎年ののの保険料についてはその時の保険移動費との動向 えー、踏まえながら、まあ、あの、保険料については考えていくものでございますので。えー、まあ、これから先、その、激変緩和の期間がですね。まあ、超える、あるいは、その、な、その期間内であってもですね。まあ、保険料については、その時の状況を踏まえながら、あの。算定をさせていただくというふうになってこようかというふうに思っております。以上でございます。よろしいですか。はい。この件に関連して、他にございませんか。はい。なければ、次に。 東山区におけるいわゆる民泊の火災についての質問を行います山本予告委員はい委員長山本委員はい員員、はい、お願いします1月20日の夜間に発生した東山区のまあ民泊火災についてまずはあの経過の説明をお願いいたしますはい大田医療衛生推進担当部長はい、えー、本案件につきましてでございます 1>, 1月20日の夜10時ぐらいに木造平屋建ての建物を使用しました旅館業施設の許可を取得しております旅館宿泊施設ここの敷地内にございますトイレ外壁につけられました白熱棟付近から出火しまして東山消防署が指導した案件でございます。 この出火につきましては白熱灯にかけられたタオルが燃えていたというふうな状況でございまして近隣住民の方が周期を感じて建物の中を確認したところそのタオルが燃えているということを発見され119番通報を したところでございます。またあのご近所の方から宿泊者に関しまし対しまして火災を知らせていただきまして宿泊者がタオルでタオルについた火を消すという状況でございます。まあ、消防隊員が到着した段階ではこれにつきましては鎮火をしていたという状況でございます。以上でございます。山本君。はい。はい。えー、まあ起こってはまいけないと言いますか、火災がま起きてしまったということで。 これ、ぜひ検証をしていきたいと思うんですけれども、こういった場合の管理者の責任ですね、火災が起こった場合、それを予防するための責任、それからその時きの責任、どのように考えられていますか太田部長、はい、管理者についての責任でございますけれども、宿泊者に対しまして、やはりその火災に関する通報の方法、あるいは消火の方法、 またそれも含めましたハウスルールの徹底につきまして、やはり面接を通して、十分宿泊者に周知をする必要があろうかというふうに思っております。また今回もそうですけれども、通報を受けました管理者のこの現場への管理体制についても指導を行っていくところでございます。以上でございます、はい、山本委員、はいはい あのその管理者の責任は果た,されたと果たされていたのでしょうか、その確認についてお願いします小田部長、はい、消防が到着するのは早くございますけれども、管理者もこの事件の段階で30分経ったところで駆けつけております。 まあ、あの幸い大きな火事にはならなかったものでございますけれども、えー、宿泊者にからその消防の方に通報がなかったという部分であれば、えー、もう少し十分な周知をする必要があったかというふうに思っております。ただ、近隣の方が消防に通,知を、えー、通,通報をしていただいているという部分につきましては、管理者が近隣の方への宿泊施設への徹底した周知ができているものというふうに考えております。以上でございます山本、はい はい、この間、関連の委員会でも質疑をされていますので明らかになっている内容もありますこの施設は2名定員のところに宿泊客が3名泊まっていたということでしたこういった定員より多い宿泊というのはもしこれが面接をされていれば泊まれませんよということになると思いますそれからハウスルールといいますかその説明書などの設置もなかったと聞いています。 な何のためのまあ面接や説明が必要とまあ言ってきたのかと、これが実際に許可施設で行われていなかったの可能性があるということが私、言えるかと思うんですけれども、この点はどうお考えですか、はい。太田部長はい ハウスルールについいての説明書でございますこれにつきましては、医療衛生センター、消防署、合同調査をしましたところ、我々の方ではハウスルールが設置されていたことにつきましては、確認をしているところでございます。 また、定員の問題でございますけれども、確かに定員をオーバーすることの宿泊については問題があろうかというふうに思っております。それにつきましても、指導を行ったところでございますけれども、そういったことを今後、ないようにです、ね、監視につきましても加速化をするということで進めているところでございます。 それと今回の対応でございますけれども、管理者につきましては、宿泊者がこの施設到着時に面接を行っているということも確認をしているところでございます、以上でございます山本病院、はい。面接を行っているということを確認、3名泊ま,泊まらせているということについては、指導されたんでしょうかこの3名泊まっているという事実につきまして、こちらの方では指導をさせていただいております。 山委員あの許可条件と違う営業をなさっているということですね、これはあの徹底した指導が求められるのではないかというふうに思いますし、でハウスルーの説明書はあったというふうにおっしゃったんですけれども、まあ、消防局の方の質疑の中では、まあ、火災に対する対応についての説明ね、この注意書きは、まあ、設置をされていなかったと聞いています、それでよかったですか。消防局の方の方、えー 置いておられます部分についてはなかったというふうに聞いておりますけれども、ハウスルーの中で、消防に対する周知をしている内容もございました、これにつきましては、現場の方でも確認をしているところでございます、それと、宿泊者が多くいるということにつきましては、非常に大きな問題ではございます、したがいまして、そういったことも踏まえまして、事業者に対しまして、営業を自粛するように指導してきているところでございます。 以上でございます、はい、あの住民の方が、ねまあ、報告を寄せていただいたんですけども、まあ、火災のあった日もそのまま,そのま宿泊客が泊まられてで、翌日にチェックアウトをされていると、でそのあ日曜日ですね、翌日は、でそのまた翌日、月曜日にま掃除の業者がやってきまして、えーまあ、しばらく営業はしないでほしいというふうに、住民の方が伝えられたんですけれども。 伝えられたにもかかわらず当日、まあ、宿泊客が入室をしていたということで、まあ、この状態に対してです、ね、住民の方は抗議をされた結果あ宿泊がまああの、ま、停止といいますか営業中止ということになったというふうに住民の方は理解されていますけれどもこの事実経過はどうでしょうか。太田部長はい 火災があった金曜日、もちろん宿泊者の方、おられましたので、この方、夜中に出ていただくということはちょっと不可能かというふうに思います。また、消防と合同で調査しまして、その後医療衛生センターの方に事業者と呼び出しました。その中で、今回の定員オーバーにつきましても、しっかりと指導をさせていただく中で、やはり近隣の方のご意見もあったかとは思いますけれども、こちらからやはり定員オーバーになるような宿泊に ついては、えーまあえー、許すわけにはいきませんので、えー、守っていただくということで営業の自粛をしていただくというふうなことで指導をしてきたところでございます。以上でございます。はい,、はい、いはい。あすみません山本くん。はいあのま営業のあり方の改善ですね。これがあのしっかりと住民の方が あまあ、これでまあ安心だという思われる状況がなければですねやはりまあ営業再開ということには不安が残るということになると思いますでそ,れそのことについてまあ住民の方がまあ改善を求められたわけですけれどもあの本来であればねあの京都市、まあ、許可権者である京都市がこの改善の内容についてねしっかりと住民の方にも説明をしてこれが実施されているということをまあ安心していただくというようなまあ経過を まあ、たどるべきではないかというふうに思います。あの、不安にあの思っておられると思います。その改善、まあさせる内容っていうものについてですね。住民の方もあのまあ、インターホンをね。押してえー、まあ、中にね。いる人に伝えたかったけど、インターホンがなかったであるとかね。あの、それからその説明ハウスルールみたいなものがあの。 壁とかに、ね、見えるところに貼ってなかったからこれは分からないんじゃないかとかね、まあ、そういう具体的なことを、まあ、住民の方、あの改善を求められておりますのであのぜひえ、こういう火災が、まあ、初めて、ね、あの民泊といわれるところで起きたわけですからあ京都市としてもしっかり対応をして改善、まあ、指導監督に、えー、役立てていただきたいと、まあ、そうでなければもう本当に不安なわけですね。これれを教訓としなければ ならないということは、しっかり私、認識しなければならないと思うんですけれどどうでしょうか。太田部長 はい、今回の案件につきまして、業者の方から事業者に対失礼しました、近隣住民の方に対しまして、謝罪するようにということで、こちらからも指導をさせていただいております、それと今、先生おっしゃいましたように、やはり営業再開するときには、やはり近隣の方に十分な説明を行った上えで、ご理解をいただいて、営業再開するようにも指導を行ったところでございます。今回加算につきましてやはり まあ外部の電球が燃えたということで、中に寝ている宿泊者が気がつかなかった分もあろうかというふうに思いますけれども、火災につきましても、やはり消防局の方と連携を強める中で、事業者に宿泊者に徹底したハウスルールを守っていただくこと、また消火設備の使い方、そういったものについても十分指導していきたいというふうに考えております。以上でございます山、はいはい あの今、本当に住民の方が不安に思っておられるのは、まあ、違法民泊というまあ範あゅうだけではなくてです、ね、このように許可を受けた施設であったとしても、あの不適切なまあ営業がなされている場合がやっぱり不安なわけなんです、こういったことがまあ行われていないかということを、ね、しっかり監督できていなければならないということで、まあ、他の施設に対してもです、ね、この教訓をしっかりと周知をしていただきたいんですけど、その点はどうでしょうか。 ほ、はいえー、他の施設につきましても、やはりこういった、えー、ハウスルールの、えー、形質あるいは管理体制の強化、えー、これにつきまして、えー、定期監視を通じまして、えー、十分説明をして、えー、徹底していくように指導していきたいというふうに考えておりまますす以上でございこれを機にです、ね、監視縮小などの,、まああの監督、監視監督,監督といいますか、指導を強化するというようなことは検討されてますでしょうか。 大田部長この1月から以前、ご承認いただきましたように、監視体制、定期監視につきまして加速化をするということで、委託をする中で監視も強化しております、今後、そういったところを通じまして、また職員の監視も含めてでございますけれども、十分指導を徹底していきたいというふうに考えております。はいはい、今言っていただいたただ調査はです、ねまあ 外観調査のスクリーニングで振り落として対象の施設だけを内部に入って調査するということだと思いますこの件は説明書が本当に置かれているのかでありますとかしっかり面接して説明されているのかというところが問われているわけですから実効性のある監督指導が本当にそれでできるのかもしこの定期監視というか外観調査のスクリーニングでね まあこういう施設が漏れてたとしたら、ねまあ、不十分な調査だということになるわけですから、まあ、ここはしっかりと改善をして、まあ、全県に近い、えー、全県のやっぱり監視、まあ、調査をすべきだというふうに思いますでだとしてもです、ね、やっぱり私、限界があると思うんですね。 でこのまあ施設もです、ね、本町通りに面した木造家屋ではあるんですけどもその裏の接する住宅を見て,いれば見てみればです、ね、本当にもう近接した住宅密集地に該当するところですもしです、ね、この火災に発展していたら大変なことになるわけです住民の方も言っておられましたけど10時頃だったからまだ起きていたから気づいたんだと。 でまあ、その火の状況は煙の匂いとでさらにそれを見てみたらオレンジ色の炎が出てきたとおっしゃってましたあ、まあ、こういった状況ですからこれがもしもっと深夜であれば、ねえー、迅速な対応が本当にできたのかその屋外の,、まあああのトイレのまあ壁ですからその宿泊客もま気付かないのではないかということがまあ考えられるわけですし、ねえー、こういったことが起きないようにするには本当にどうすればいいのかということを考えなくてはならない。 でこの出荷の出原因ですねあのなんで白熱糖、まあ、にタオルをかぶせたのかということについてはあの外国人の宿泊客の方でしたからその白熱灯の消し方が分からなかったというんですねでこの明かりが明るかったからタオルをかぶせたんだということなんです、まあ、外国人の宿泊客の方で私たち日本人が想像できないことで、えー、やはり予測可能性がないことでね、えー、こういう事態にも 落ちるわけですから、しっかり管理者なり、その宿泊施設の方がです、ね、説明できるという環境がなければならないのではないかと、で火災に対する迅速な対応という観点からも、今回、管理者は出火してから今、30分でおっしゃいましたけれども、消防局などの現では43分後であるとかね、それから30分後にオーナー到着ということもお聞きしています。 あの簡易縮小のま駆けつけにはま20分ということがまあ言われてきたわけですけれどもこの点からもね程遠いという内容になっているわけですであの本当にこれこの間パブコメもされてでその回答も示されましたでここで書かれている内容といいますのはまこれは住宅宿泊事業法の中ですけれどもその迅速な対応というのがね緊急時には ま、その管理者が直接ま駆けつける応急対応を行うとともに、ま消防機関等に対するま、宿泊施設や施設に関する情報提供などの協力をしてですね。緊急時の対応をより的確なものとするんだと、そのためのま10分なんだということをここで言っているわけです。これが実際ま行われてなかったということがね。あの、しっかり検証されなければならないと思うんです。でなければこれ言ってること。 まあ当然、絵に描いた餅になってしまうわけですからいくら言ってもこれは住民の方はまあ納得されない不安なままということになります、まあ、やはりあの今回のパブコメ詳しいあの報告もまあ出されていますけれどもあの管理者の常駐を求めておられる声が、ね、多数あるということも分かりました。あのこのの宿泊 事業というものが、まあ、本当にその管理者が常駐しなければ対応できないことがあるということをね、この火災を教訓にしていただきたいんですけど、どうでしょうかまず、防火のお話でございますけれども。あの 火事というのはない方がいいに決まっているわけでございます。またあの火事が起こった時にまできるだけその被害というのを小さくとどめるそのためにさまざまな設備を設けなさいあるいはこういった取り組みをしなさいということが消防法あるいは建築基準法で我々の指導の中で定めがございましてまそれを守っていただくという形にしているところでございます。ま今回の事案につきましてはいわゆるその消防の設備等に関してはま異論はなく。 かかったのかなとといいうところでございますハウスルーにつきましても先ほど太田が申しましたようにあのきちっと書類を作って見れるようにはしていたということでございますので一応我々の基準はクリアできていたものというふうに考えております。確かに外国の方若、まあ、い方ということで白熱灯が熱を持って危ないということをご存じなかったのでタオルをかぶせてしまったというようなことがあるかなと思いますけれども、まあ、これについてちょっと想定外の なかなか最初からハウスルールに入れておくのはもう難しいかなと思いますけれども、これも一つの教訓として、こういうことがありましたよというのは、消防とともども、えー、事業者の方には集中してまいりたいなというふうに思っております。あの ただ、我々が指導の中でこの間ずっと言っておりますのは、こういった民泊の施設を作られる方に関しては、地元の方ときちっと顔の見える関係を作ってきてください、最初に事業を起こすというときには、きちっと挨拶に行って、こういうことしますよ、こういう方が泊まられますよというような事業内容の説明をしてください、そういう中できちっと顔の見える関係を作って、お互い助け合いということをやっていくような関係を作ってください。それが引いては、 皆さんの授業を円滑に進めることになるんですよというふうにずっと指導してまいりましたでまさにこのケースというのはそういった事例ではないのかなというふうに思っておりますあのこういった東山のような地域では例えばその連邦の中でお店をやってられるとこう 夜中には人がいなくなりますけれどもそういうお店もございましょうしそれから夜中人が寝静まっているところではなかなかあの火事が起こったとしてもま自分で気がついて通報するというようなことはできないのかなそれゆえにお隣の方が気をつけられたりとかあるいは通行の方から通報されることも多いというふうに思っておりますそうしたらお互い助け合うんだ大人あの地域の住民として助け合うんだという関係がしっかりできていればあのこうした事態にもできるだけ被害を少なくするというような取り組みができるのかなというのを 思っておりますので、これはあのそうした地域との調和という具体の例でございますけれども、そういった形になるように、引き続き指導してまいりたいと思っておりますし、今回、この2月世界の方にご提案させていただきます条例の中でも、そうした考えを持って様々、さまざまな仕組みというのを取り込むような形にしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます山本 <laughs> はい、あの今お話にあったような、まあ、住民の方との信頼関係は、ねまあ、この事業者さんはまあ気付けていないなというふうに私はあのお話をお伺いして分かりました住民の方へのです、ねまあい挨拶には行かれたそうですけれども説明会も開かれていません。 で結局まあ協定書なども結ばれていません、まあ、連絡先の周知はされていましたけれどもあのその地域の中で,です、ね、このまあ事業者の方とまあ信頼関係を作っていくようなあそういうまあ努力をされていたかといえばそうではないかもしれませんでそういう中で、なんで住民がこの火災に対して、ね、責任を負わ,負わなければならないのかということを、ねえー、この場合でもまあ言われていたわけです。 一つ間違えば本当に炎症する火災になるという時にですね。今おっしゃられたようなことをね。住民の方に責任を押し付けるということは、私はあってはならないというふうに思います。あのまあ、結論まありきのようなまあ考え方でですね。まあ、これでいいんだということで。 まあこれからまあ条例の検討もされますけれどもこれでいいんだということにな,、ね、なってしまえば私はいけないと思うんです少しでもいい規制条例を作っていかなあかんということで私はあ一つ一つあの努力をしていかなければならないと思いますあの他の,あの都道府県やまあ市町村、まあ、市政令市などで,です、ねまあ、条例の案が出てきていますけれどもその中でもまあ京都市よりも厳しいと思われるところもあります えー、も管理者不在の場合にです、ね、2人体制で常駐、24時間常駐をする、えー、直接まあ連絡できるシステムを置くであるとか、まあ、より具体的に厳しい条件を課していくということはねいくらあの、たくさん考えればできることですから、あまあ、それでいいんだとあのいうことでは私、ないと思いますのであの、ぜひとも教訓にしていただきたいと思います。 あの最後にです、ねあのー、最近お聞きした、まあ、今の京都市の民泊の状況というものはびっくりしましたのでお伝えしておきたいいと思います、まあ、観光地の中で,です、ね、世界を見てみれば、まあ、バルセロナやパリなどでは、ね、民泊の規制に踏み切ったんですね、でそういうまあ民泊の状況をです、ねまあ、東山区では、まあ、昨年の9月時点の甘縮省などの数が1000、まあ、世帯。 あたりですね私は、19件の宿泊施設というにしし、まあ、これは大体ああいい50件に1件という割合ですけれども、これはもうもはやあのすでにバルセロナやパリと同じ状況だそうで、すねあの民泊っていうのがまあ今、本当に規制が進んでいる世界の都市と同じような状況にあるということ、京都市がこんな状況にあるということをですね、えー、しっかり認識していただきたい。 観光都市として標榜するのであれば、私たちの街を守れるのかという危機感もね、同じように、えー、認識をしていただきたいと思います、レベルを上げていただきたいと思います、まあ、あの住んでよし、訪れてよしという言葉はですは、ね、まずは住んでよしという言葉が先に来るんですから、あの住民の皆さんの住環境をしっかり守っていくために、最後まで、えー、努力をしていただきたいと思います、以上です、はいえー、次の途中ですが、あすいません。<laughs> この件に関連してにございませんか、はい、井上健人要するにね、ちょっとお聞きしたいのはね、この1月の20日のチェックインのときに、施設内で営業者の方が面接されたのかどうか、このことについて、ちょっと経過を教えてください、はい、大田医療衛生推進室担当部長。 はいえー、先ほど申し上げましたけれども、えー、宿泊者がおいでになったときに、えー、この面接場所で説明をしているというふうに確認しております井上賢人。じゃあ,あ、1月20日に限らずです、ね、この営業者はお客さんが来られるたびに、そういう方法で施設内でチェックインの手続きを毎回されていると、こういうふうに理解していいわけでしょうか太田部長、はい、そのように確認しております井上健人。 チェックアウトの時はいかがでしょう。太田部長、はい、申し訳ございません。あのチェックアウトについてちょっと、えー、確認できておりませんけれども、えー、チェックインの時には必ず説明をしているというふうなことは、えー、確認をしております。農園人、じゃああの今後の指導ということをおっしゃいましたけれども、チェックインの時はあ毎回頑張っていただいていると。じゃあチェックアウトの時も必ずう施設内で。 面接して、さよならという手続きを経てくださいねという指導をされておられるのかどうか、この点はいかがでしょう。太田部長、はいえー、もちろん、チェックアウトのときも鍵の受け渡しもございますので、そういった部分については、強く指導していきたいというふうに考えております井上賢人。それが今後、守られる保障があるのかどうかというあたりについてはいかがですか。太田部長、はいえー、こちらにつきましては、えー 我々も強く指導していく中で、また監視の中でも確認していきたいというふうに思っております井上賢人。じゃあ、1月20日の夕方と夜の話に戻りますけれども、夕方にチェックインのときに施設内で面接をして、それで、まあ、いらっしゃいという手続きをしてやね、ほんで、まあ、私はもう席外すけれども、今晩ここで泊まってねと、まあ、こういう経過だったというふうに理解しておけばいいわけですかね。太田部長 その通りでございます井上健人だからね、今回、私、はの最大の教訓とすべきはね、あのー、この間、議論の中でチェックイン、チェックアウトのときは、施設内での、こんにちはさよならと、人が必知だという議論はさせてもらってきたけれども、やっぱりそれだけでは不十分だということが、今回の最大の教訓だと思うんです。 日中にお客さんがまあ出会った後までいなければならないかどうかということについては議論の余地がいろいろあるかもしれないけれども少なくともお客が滞在中はいその宿泊施設にいなければならないという常駐義務というものがです、ね、やっぱりこれは求められるということが最大の僕はあの教訓だというふうに思うんだけどもこのあたりまあ今後の展開も含めていかがでしょうか。 はい、中谷医療衛生推進室長。先の委員会で。えー 本市の民泊に関すするルールーをお示しをしたところでございます、えー、住宅宿泊事業法の施設につきましては、基本的には常駐をしていただく、それができない場合には、えー、駆けつけ要件というものをおかして、まあ、できるだけ早く緊急の対応、あるいは苦情や問い合わせにして対して迅速、的確に対応できるような体制を取るということを、まあ、ルールとしていきたいというふうに考えているところでございます。そそれれから、えー、それ以外の旅館業施設につきましても、えー同じ 同要ような考え方で、一定きちっとした管理ができるようなルールというのを作っていきたいというふうに考えておりますが、あの先の委員会でもご説明しましたとおり、今現在、旅館業法の改正がされて、まあ、その玄関調和の取り扱いというのが大きく少し変わってきた部分がございます。そのあたり、ルールをしっかり、国の法律等をしっかり見極めた上で、我々としては、新たな旅館業の管理に関するルールとして、これは今回の司の にはご提案できませんけれども、ご月以降には間に合う,ような形で、えー、新たな旅館業の施設に関するルールを、えー、ご提案していきたいというふうに考えているところでございます、以上でございます井上健人、まあ。これで最後にしますけれども、僕はあの旅館業法の改正に伴う、まあ、通知においてです、ねあの、サテライトっていうんですか、おおむね10分程度で駆けつけることができる云々と、おこれはあくまで通知であって、えー、何も従う義務も何もないと。 まして本市では本市の条例で、帳、えー、場の設置義務ということが引き続き謳われ続けるわけだから、ですねえ僕はぜひ、えー、旅館業法が改正されたとしても、むしろ前から言ってますように、台東区のように、えー、常駐義務を強化すべきだと、まあ、こんなことを改めて思いますそのこと、そのことこそが最大の今回の教訓じゃないかと思います。終わりますはい この件に関連したほかにございませんか。なければ質疑の途中ですが、あ暫時休憩いたします午後3時15分再開いたします。